はい、ドーン。さあ、今日から新しいゲーム実況ですよ。ワンショットということで、まず皆様にですね、謝罪をしなければなりません。最初コントローラーでやろうと思ってたんですけど、コントローラーちゃんがね、機嫌が悪くて、丸ボタンをひたすら連打したせいでですね、いきなりここから始まって、こう丸々始まるシーンとか、オープニングムービーをオールカットしてしまった結果、今この画面にたどり着いております。で、全くわかんないのよ、何が起こってるか。とりあえず、もうこれホラーゲームなんじゃねえかって思ってるんですけど、奥さん曰くですね、いや、そんなことはないよと、結構綺麗というか、なんか可愛いキャラが出てくるよみたいなことなんですけどね、もうこの音楽といいね、この猫の目の光り方といいね、でね、もう、画面の明るさといいますかね、暗さといいますか、で、あとやっぱり、ね、右に端にあるの、あれどう見てもマシンガンの、マガジンにしか見えないっていうね。で、今回、そのコントローラーが使えないということなので、キーボード操作をしていきますが、全く慣れない感じなので、すみません、許してください。で、テレビのリモコンでしたね。拾うんかい。その肝心なテレビがどこにあるのよ。肝心なテレビがどこにもない。ニコはたった今ここで目覚めた。あ、そうだったの？で、これは何？パスワードは、アクセス失敗ですよね。そりゃそうだ。埃っぽい本、読め。暗すぎて読めない。読め。電気つけろ。暗すぎて読めない。なんかね、謎解きの多いゲーム。完全にこれあれじゃないですか。ピストル。枯れた植物、固く感覚、枝がポキッと折れた。なんかって、ちょ、折ったのに、これ以上何もする、折ったのがいいの世界。明るく黄色い目が2個を見返して、おめえだよ！おめえ本人じゃねえか。トイレに水はない。あら、断水中、浴槽に水は流れない。流れない。びっくりした。音楽が一瞬止まったかと思った。どうやらホラー映画のようだ。さっさと進めていきましょうね。ドアは施錠されている。ちょっと待って。いきなりの監禁プレイ。いきなりの監禁プレイ。何も調べるところがない。目覚めた。パスワードはわからない。89。ですよね。なんかさっきこれ、そう、なんか開け、悪魔のささやきがそれじゃないって言ってる。ちょっと、わかった。テレビのリモコン、設定、違うよね。これを、トラベル、今はクリックトラベルできません。わかった。メモじゃない、メモは見ない。ちょっと待って、テレビのリモコンが出てきたんだけど、これをど、ちょっと待って。どうやって使うの？メモ、ちょっと待って、調べる。キャンセルは X。で、Z で調べます。で、早く歩くはシフトをし、なんか今は、インベントリーでメニュー、操作方法 F1。で、インベントリーからアイテムを選択することができる。そのインベントリーってどれだったっけ？ちょっと待って。わかんない。インベントリーは S ね。オッケー。よし。で、とりあえず S をします。で、テレビのリモコンを選択します。この2つを組み合わせることはできません。ですよね。ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。設定じゃない。ヒント？ちょっと待って。こんな序盤でヒントを得ていたら、もう、俺はやっていけないぞ。だから、ちょっと待って。S でインベントリーを見ます。暗い場所では文字が読めない。だから、テレビのリモコンを。待って、もうこれだけで5分経つよ。やばくない？ちょっと待って。ここでテレビのリモコンつけ、ちょっと待って。これ持ってる状態ってことですよね。持ってる状態でこれ以上何もすることはない。浴槽には水流れない。便器にリモコンは使えない。で？お？パスワードを入力してください。8965。で。ですよね。ちょっと待って、テレビどこよ？え？柔らかな明かりが光を差し込んでいる。これか。
奥にはリモコンの表面がわずかながら見える。5160以外の数字がなくなっている。え、そういうこと？5160。お前順番変えたな。俺にはわかるぞ。どれちょっと待って、キャンセルは X、 キャンセルできない。ちょっと待って、もう一回。こんなペースで俺クリアできんの？やばくない？で、キャンセルして、でもう一回、黄色が5、ちょっとメモする。黄色が5、で、赤が、1、で、緑が6、で、青が、0。OK。よし。あ、鉛筆落ちた。鉛筆じゃない。明るい色でマークされている。で、ちょっと待ってね。黄色が5でしょ？で、赤が1の緑が6の反対から読むだけだったんかい。アクセス成功。どうや？いつの時代のパソコン？てんてんてん。なんかね、こう、無駄に今ゾクッとした。そして音楽止まるのやめて。え？これホラーゲーム？なぜだ？違うって言ってね。すでに手遅れだ。世界のほとんどが崩壊した。外に出てみれば分かる。だから、いや、監禁プレイされてるか出られないんだって。この場所に救う価値はない。それでもやってみるか？ならこのことを忘れる。勝手に話が進んでいく。君の行動はニコに影響する。君の趣味はニコが帰れるように手助けすることだ。そして最も重要なことは？本名バレとるがな。本名バレとるがな。出てもうてますやん。隠しといてや。ちょっと待って。電源が入らない。あ、待って。一番の恐怖。え、本名バレてる。本名がバレた。待って、もうこのゲーム終了した。やばい、怖い。ほら、やばい。ん？解説がいる、解説して。普通のボリュームで喋りなさいよ。登場していいじゃないか、あなたも。待って、このパソコン自体がホラーってこと？違う。私を見つけたな。私はこれを3回もプレイしてるパソコンなんかを見ているわけです。なので、チャンスを一度きりって出たコメントはゲーム内のコメントじゃなくてパソコンでウィンドウで出てきたと。え、ってことはこれを、ああ、もうホラーにしか感じられない。やばいね。え？ホラーゲームではないのね。それを信じるよ。びっくりポイントが1個以上で待ったらもう俺はもうホラー認定するからな。よっしゃ、行こう。こんばんは。誰かいない？どれも。可愛くないと言われてしまったよ。じゃあもっと可愛く言うわ。火花を発している。え、ちょっと待って、今アイテムなくなってる。可愛いと。ここは枝の準備をしている。火がつかない。つかないんかい。焚き火は一度も使われていないようだ。点火できるかもしれない。でもその点火するためのアイテムがないんだよね。で、ここは何？これは何？ああ、もう怖いよ。なんか人の顔とか出てきそう。鏡さん。この世で世界で一番怖がってるのは誰？流しない。もう全部水ないじゃん。アルコールの瓶がある。取るんか。お前一杯やろうってか。お前成人してたのか。そうか。あ、ちょっと待って。ああなんかこういうのでなんかバカさがバレるよね。違う。操作が慣れない。え違うよね。違う。いや、操作が慣れない。ニコは枝をアルコールにつけた。オッケー。で、濡れた枝をつけて、で、こうして、見て。ちょっと待って。わあ！青い炎。なんでこっち向いた？で、お、つけた。なんかある。地面の何かが炎の明かりで輝く。床の割れ目にはまり込んだ小さな鉄製の物体のようだ。ニコはそれを取り出した。なに？地下室の鍵。あー、で、なるほど。こいつだ。いいえ、使えよ。使いたまえ。
使わないの？地下室の鍵？え？あ、なんか行けた。そしてここで使うの？わー、わー、もう怖くら。草。絶対なんかあの死体とかいるよね。死体とかいる。うなんかいる。第一村人登場か。これあれじゃん、鏡よ鏡よ鏡さんじゃん。Thank you。おはようございます。ああ、もし。あちゃ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 、絶対熱いよね。絶対熱いよね、その電球。あちゃ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 。急げ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 、タイムリミット、タイムリミット。手が火傷する前に、手が火傷する前に。急がなくても大丈夫みたい。で、もうこんだけ明るかったら焚き火の意味ないよね。ほい。で？ん？これはない。あ、もういちいちこうしなきゃいけないの。うわーっち！ん？ん？オープンザウィンドウ。なんかバトルゲームとかそんなになってくる感じ。えっ、うわ、別に猫に趣味はないけど、その角度を何、メニュー内のトラベルのオプションを選択すること、リゼンに訪れた場所に素早く、ああ、ポケモンで言うとこの空を飛ぶみたいな感じですかね。メニューを開くためにはデフォルトキーの A だ。クイックトラベルは室内であり、ああ、なるほどね、了解。あ、さっきからこの出てきてる中のトラベル、トラベルっていうのは入り口とかってなってね、そういうことですね。ロボットの残骸。なんかこんなの一個一個調べてってたらなんかもうキリなさそうだね。あ、これ今こっから出てきたってことね。あ、了解了解。あ、あ、トレーントレーン走って行け、トレーントレーン。あ、なんだよ、はしごじゃねえのか。あ、綺麗。お前、ロボットだな。わあ、なんか、え、なになになに、なんかいろいろすす、な、え、え、え、なになになに、え、あ、なんか、ロボットの残骸ばっかりじゃん。なにここ。2019年ですか。ああ、その電球はいらしたのですね。え、あ、ルルルルルそうです、私たちの世界へようこそ。あなた様にお会いできて大変光栄でございます。あれごめん、迷子なんだ。なるほど、ではいくつかご説明いたしましょう。まず、どうやってここへ来られたのかお聞きしても？よく、わからない。目が覚めたんだ。あの変な家で、すごく、暗くて怖くて寒くて臭かった。なんと！では見慣れない暗い場所でお目覚めになられたと？うん。私の予言通りです。あなた様こそが私たちら、遅くになられるのです。これより重要な情報をお伝えいたします。何でもお聞きください。じゃあ何から聞こうかな。ここが全然どこなのか分かんないや。 どこもすごくて暗くてあんまり遠くまで見えない。私の世界はいつもこれほど暗かったわけではございません。これほど壊れていたわけでもございません。しかし時間は待ってくれません。たとえ救世主であってもこの世界は3つの地域に分かれております。中国地方と近畿地方と関東地方、不毛の地という場所におられます。遠くに見えるあの塔にはかつて太陽が置かれてた、中心に近づくにつれて他の地域を横断することになります。この前哨基地のどこかに地図がまだあるはずです。そうなんだ、何から聞こうかな。消化した前、ミーが起きた家でこれを見つけたんだ。あなた様が手に、ミーって何、ルー大芝の仲間みたいな感じの、君たちの太陽。いけない太陽。数年ほど前、塔の頂上に鎮座していた以前の太陽はその生命を大地に注いでくれました。しかしある日光が消えてしまったのです。そう、この世界はまだ気にさらされております。この世界の地表には蛍光体と呼ばれる物質が豊富に存在しております。幸いなことにこの物質には以前の太陽光エネルギーが蓄えられておりました。現在それが唯一の光源となっております。しかしそのエネルギーには限りがあるんです。最後の光が消滅すると私たちの世界も点々点。そう、しかしあなた様が新たな太陽を持ってこられたのでもう安心でございましょう。その太陽を塔にお戻しください。結構遠そうだね。はい、旅の始まりでございます。
あと太陽は壊れやすいですからどうかお気をつけて。太陽が砕けると世界は一瞬で滅びる。なるほど、ゲームオーバーフラグってやつですね。何から聞こうかな。あのコンピューターについて、家の中でそのコンピューター見つけたんだ、君の行動は2個に影響するみたいなことが書かれてて、え、何これ2個っていうのは誰、この主人公、この子自身で猫でも、ミーが猫なん、ミーが猫じゃなくて、ミーが2個なんだ。あれは他の人に当てたものなの？ふむ。おそらく、だから本名を出すなっちゅうの。お前も言うな、こら。ああ、それは私たちの神様のことでは。おお、なんかいい気はする。I am a god。あなた様ここにいらっしゃるってことは、なんか本名ガンガン出すじゃん、このゲーム。やばくない？また出してるしさ、これ編集さん大変だけどよろしくね。と言いますか、すでに導いています。そうなの、誰にも会ってないけど、あなた様だから、もうやめろよ。もうなんか 7,8 回くらいさ、本名さ、また出すか、しつこ。これ編集めっちゃ大変だな。あれ、こんばんは。ああ、います。あ、それじゃあ、君の名前は？ああ、打つの？X で削除して、今後出してもいいようなものにして。あ、ローマ字が打てないのか。じゃあ、ほい。ほい、ほい。ほい。かなり優秀じゃないですか、今の打ち方の速さ。はじめまして、ブルーホース。ミーの名前はニコって言うんだ。うん、知ってる。本当に聞こえたの。でも名前ブルーホースだって、すごい記録。このロボットポンコツ。データベースアップデートしてやがる。アップデートか。このパソコンの名前ブルーホースに変わるのかな。まあいいや、もうだって俺さ、この世界観多分ね、ぶち壊してると思うんだよね。後ろでずーっと編集さ、クス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 笑ってると、どうやってここに来たらまだ分かってない。ちょっと前までママと一緒に。いや、今はまるで悪夢の中にいるみたい。ミーは早く家に帰りたいだけなんだ。あなた様の使命はこの世界を救うこと、この世界に関する情報を提供することが私の使命であるのと同じように、プログラムされていないことは何もお手伝いできません。申し訳ございません。そっか。とりあえず今は大丈夫。それは良かった。幸運を祈っております。またお会いしましたね。他に質問はございますか？はい。うん。どうぞ何でも聞いてください。あー、なんかもういっぱいあるな。ここはなんて空っぽなんだろう。不毛の地と呼ばれている他に住んでる人はいるの？ロボットの他に存じ上げません。徘徊するようには作られておりません。作られてない。じゃあただここに立っているということ？退屈そう。せめてお友達はいるでしょう。ロボット友達とか。信仰を求めることはできません。私は制御化されておりません。制御化されてない？時間が足りなかったのでございます。そうなんだ。なんか全部読んでたらちょっとキリがないのと、20分近くも実況してますんで、次回の動画であとなんか2つくらい質問がありましたんで、それをやっていきたいというふうに思います。ということで、ごめんなさい。どういうゲームなのかが未だにさっぱりわかんないけど、とりあえず太陽の塔で芸術は爆発させるみたいな感じのゲームらしいので、とりあえず爆発させに行きましょう。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。次回の動画でまたお会いいたしましょう。それでは、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。